近 Steam 版でウに復帰したのですが、デュアルディスプレイの時ゲーム画面を常にアクティブにする方法ってありますか？すいません、わかんないっす。これはね、ちょっとわかんないっすね。なんかでもそういう、そのなんだろう、汎用的なツールが世の中にありそうな気がしますけど、なんとかのゲーム常にアクティブするくんみたいなやつあるんじゃないという気がしますし、自分でプログラム書けばできるんじゃないという気がしなくはない。これは私のガチの質問でした。あ、そうなんですね。匿名でも何でもないマシュマロになりましたが、どうなんですかね。最近俺実はね、デュアルディスプレイにしていないんだよね。自宅も会社もシングルなんだよね。昔はデュアルでやってたんだけど、絶対デュアルディスプレイの方が今の世の中楽だと思うんですけど、まあなんかシングルでやってるんですが、多分特定のアプリケーション、まあアプリケーションのタイトル ID じゃなくて何つうんだっけ、とかを、検知してそのゲームをアクティブにするみたいな外部プログラムは書けると思うんだよな。そんなに難しくなく書けるんじゃね、ドットネットぐらいでも書けんじゃねえの。あー、DLL にフックしてるやつ、多分ね、探せばあんじゃねえかなって気がするんですけど、それがメルブラに動く、あ、メルブラじゃないや、アンダーナイトで動くかどうかちょっとわかんないし、ちょっとね、そもそもメーカーじゃないやと、こちらが非推奨の方法になっちゃうから、まあ、ちょっとあんまりって感じではあるんだけど、ゲーム内にね、そういう機能はね、ないんだよね。汎用的に常にアクティブは Windows 的にできるかな。まあ、確かに。そもそもそこまでは引っ掛けらんないですね。さすがにそれは無理だね。まあ、せいぜい手前にするぐらいになっちゃうのと、常にアクティブを監視してやると、基本操作で進行不能になるからやばすぎるよね。え、なんかずっとアンダーナイトがアクティブになって他のことできないみたいになっちゃう。デュアルディスプレイなのにデュアルじゃないみたいなね。まあちょっとそんな感じですかね。なんか、まあ、要望とかあったら、開発というか、まあ、伝えることはできるんで、言ってもらえると幸いです。ご質問いただきありがとうございます。